こんにちは。木のおもちゃ作家の小田切ゆかです。今日はですね、工夫したおもちゃの遊び方っていうことで第5弾ですかね、はいになります。おもちゃっていうのはこう工夫次第でいくらでも遊び方が膨らんでいくなっていうふうに思ってて、さらにこう工夫して遊ぶことによってクリエイティブ性も育まれていくなっていうふうに思っています。そして使うおもちゃは私のラインナップのシンプルな形をした知恵の輪のおもちゃなんですけど、これをお持ちの方もそうでない方も一つのアイデアとして見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。そのまんまじゃなくてこうちょっとオリジナル性を加えるとさらに楽しい遊びになっていくんじゃないかなっていうふうに思ってますので、是非お付き合いください。では早速始めていきましょう。今日の遊びは魚釣りゲームです。魚釣りゲーム楽しいですね。はい。で、手作りで作る魚釣りゲームです。でこの知恵の輪のおもちゃ、この子たちなんですけど、これ3つセットになってるこう輪っかみたいな形になってるんですよね。なのでこの輪っかを利用して輪投げですかね、輪投げ形式で投げて魚をキャッチして魚を釣り上げようみたいな、そんな遊びになります。ということで、ルールは後でしっかりお話ししますので、まず魚を用意するところからスタートしたいと思います。で1個サンプルで作ったんですけど、ちょっと私の絵心がバレてしまう。作品を作る時はもっと丁寧に絵描きますよとりあえず今回はちょっとざっくりさっくり描いてしまったんですけど、こんな感じで、これはイカですね、イカちゃん。はい。でこれちょっと厚紙に絵を描いて、適当にちょっとバシバシとくり抜いたんですけど、ここにちょっとこう出っ張りをくっつけました。そう、出っ張りをつけることでちょっと魚釣りをできるようにやっていこうかなっていうふうに考えてます。なのでまずはちょっとこれを作りましょう。ちょっと作り方を手元に持ってきてお見せしますね。ちょっと使い方をまた後ほどお話ししますので、まずはちょっと作る工程を見ていきましょう。はい、イラストをいくつか描きました。ちょっとざっくり描いたのでちょっと伝わるかどうか微妙なイラストで恐縮ですが、はい、一応説明しましょうか。クジラ、カメ、タコ、なんかニモっぽいやつですね。あとペンギンとマンボウです。はい。ということで、これ厚紙にマジック使って描いたんですけど、これをまずちょっとこう適当にバシバシと切っていきます。これお子さんと役割分担してもいいと思いますよ。お子さんがこうイラストを描いて、お母さんお父さんがこうカットする役割みたいな形で一緒に作るところから楽しめるかなっていうふうに思います。ということで、ちょっと大物クジラをカットしてみましょう。こんな感じでラフでいいと思います。でこうやってカットしたら、あとこの子ですね。この子も、結構適当に私は作ってるんですが、こういう端っこ使うと作りやすいですね。結構適当です。こうやって四角くくり抜いて半分に折り曲げます。半分に折り曲げて、さらに半分、さらに半分、こんな形ですね。ちょっとこの蛇の目、あれなんだっけ、まあいいや。こんな形で折り曲げたら、ここに裏側に両面テープを貼ります。両面テープなかったらセロファンテープとかでも代用できると思いますので、こうやって両面テープを貼って適当な位置にペタッ。はい。こんな感じでいくつかちょっと魚作ってきますね。でも結構ハサミも簡単なので、ハサミの使い方の練習にもちょうどいいかもしれないですね。はい、ここまで全部今貼り付けましたね。そしたら次は何でもいいんですけど、紐を用意して、これ知恵の輪おもちゃですね。どれか好きなやつ何でもいいですよ。どれにしようかな。たまにはちょっと太丸くんで、この子ちょっと横に長い太丸くんですね。ここの子使いましょうか。この子にちょっと紐を巻きつけますね。適当な長さでカットします。これでとりあえず準備完了ですね。はい、ということで準備ができました。ここに今魚を並べました。でここにテープを貼りました。であとこの知恵の輪に紐がついてますね。はい、ということでちょっと最初に輪投げって言ったんですけど、ちょっと輪投げが難しそうだなって思って、ちょっとこう投げるとなんかちょっと跳ね返ってきたりとかするんですよね。ちょっと変えますね。なのでちょっとルール説明をします。魚釣りなので、さっき作った突起ですね、この突起の部分、ここですね、この出っ張り部分をめがけてこう上からここを狙います。狙ってキャッチ。そこのこの丸い輪っかをこの突起部分に入れてあげます。キャッチ、上から行ってキャッチ。ここ集中力使いますね。そしてそのまま引っ張ってきて、はい、そのままこうやって引っ張ってきて、こっちの線を越えたら魚ゲットだぜです。 OK ですか？2回やります。2回やってちょっとタイムを競おうかなと思います。1回目よりも2回目が早くできるようにちょっとチャレンジしていこうかなっていうふうに思います。なので1回目全部こう魚たちをゲットするまで、ゲットしたらゴールです。で2回目が1回目を超えるように頑張るぞっていうところですね。はい、これ結構集中力使いますよ。よし、ということでじゃあ早速いきましょう。まず1回目トライですね。ちょうどここ動画でタイム測ってるので、動画ちょっと後から見返すとタイムが分かるので、はい、結果は最後ですね。結果は最後にちょっと分かると思います。はい、はい、じゃあこの辺見えますかね。ここからいきますね。じゃあ1回戦いきますよ。よーいスタート。まずカメからキャッチ。よし、紙ゲット。次マンボ。よし、来た。次にもこう私がこの線を越えないように。よしよし、じゃあそのままイカ、大人は手を伸ばせばいけますね。よいしょ。よし、ペンギン。およし、大物いくぞ。最後タコ。ちょっと来た。いくつかないくつかなはいっていう感じです。ちょっとタイムが分かんないですけどね。ちょっとタイムは最後に見ますね。ということでちょっともう一回いきたいと思います。ちょっと適当にばらまいて、結構集中力使いますね。よし、じゃあいきますよ。2回戦いきます。よーいスタート。まずペンギンからいこう。よし、ゲット。タコ。よし、きた。カメ。お、いいじゃない。ニモ。はい、あ、焦ると入らなくなる。でもあ、来た。よし、大物クジラ。こういかに、ああ、こういうことがある。知恵の輪にスリットがあるから。よいしょ、来た。スリットで抜けるっていうね。マンボ。よし、最後イカ。よし、ゴール。集計してみましょう。ということで結果発表です。まず1回目は52秒、意外とかかってますね。そして2回目はじゃじゃん、47秒。ギリギリまあでも5秒短縮しましたね。これ意外とこう焦るというか、ここをいかに安定させるかですね。ここをいかに安定させるかによって、この知恵の輪が動かなければこうスッと入るんですけど、ちょっとこう焦って揺らしちゃったりするとこの子がブレてきて、そうブレてきちゃうとなかなか入らないっていうだここをいかに安定させるかで、いかにこう穏やかな心で臨むかっていうところですよね。焦らず臨む、焦らないのがポイントですね。はい、そして知恵の輪だからここにスリットがあるんですよね。この知恵のここにスリットがあるんですけど、ここで思わぬ抜けることがあるっていうね。このちょうどさっき作った突起部分を知恵の輪のこうスリットですり抜けちゃうことがあるっていう。いや、これはこれでちょっと面白いですよね。この知恵の輪ならではのハプニングというか、こういうことも想定しながらやるっていうのもまた面白いかなっていうふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっと最初輪投げにしようかなと思ったんですけど、輪投げだとちょっとまたちょっと違った問題があるので、またちょっと違う機会に輪投げを使った遊びっていうのも考えようかなっていうふうに思ってます。はい。ということで、このチャンネルではこういった工夫したおもちゃの遊び方だったりとか、あと木のものとか木の製品を使うことが楽しくなるような木の知識や制作の裏側、あとはキッズ向けにおもちゃを使いながら学べる目指せ機械のエンジニアっていうものもやってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは今日は以上になります。またお会いしましょう。